二見杉田トンネルの手前までやってきたんですけども、ここはですね辺野古よりさらに、北の方に来たところなんですけれども、実はですねこのトンネルをくぐって、きますと米軍基地の高江、ヘリパッドの建設現場ということになります。実は、ここへ来る前に、方々からですね今ここはちょっと我慢してほしいと、このトンネルの手前で私ははるばる羽田から飛んできたんですけど足止めを食っているという状況なんですよ。反対派の暴力行為により地元の住民でさえ高江に近寄れない状況。果たして現状はどうなっているのか、地元に住んでいるこの人に聞いてみた。私は今二見杉田トンネルの手前に来ています。先ほどまで激しい抗議行動が行われていた、辺野古のキャンプシュワブゲート前から車でわずかに3分の場所です。この場所に立ってですね同じ場所で、井上和彦さんはこのトンネルの先が非常に危険だから取材を断念するとお話になった。つまり高い取材をこの場所で放棄したわけです。では一体このトンネルの先にはどんな危険が待っているのか、何があるのか、さらに車を進めてまいりましょう。カーナビで高江をセットしたいと思います。とりあえず高江の中心部に合わせていました。この場所から高江の中心部まで、距離にして 39.3 キロ、時間にして1時間17分と映されています。トンネルを抜けたらすぐに高江があるかの表現でしたが、なかなか遠いですね。1時間17分かかるとそう表示されています。改めて説明するまでもありません。危険なところは何一つない、非常に穏やかでのどかで平和な光景が続いていました。先ほどの二見杉田トンネルを抜けたらすぐに高江があるかのような放送となっていましたけども、実際にはまだまだ高江は先です。ここから1時間以上と 表示されています。同時に風景ご覧の通り非常に穏やかで静かで平和な風景が広がっています。はい、高江に着きました。高江のですね、ヘリパッド建設工事が進んでいる N1 ゲートの表側です。トンネルを過ぎたら危険だと
取材を辞退したのがニュース女子ですけども、危険なんてものは何もないし、それからいかにもトンネルを抜けたら暴力渦巻く、なんか暗黒の世界が広がってるかのような説明でしたけども、そんなことはない。こちら眠たくて仕方がないほどのどかで退屈な風景が広がってる、本当穏やかですよ。まあ唯一異様な光景というならばこちらです。ちょうど建設現場の入り口を固めるかのように、地元警備会社の人々がガードしている、この姿こそ異様なものであって、実際にこの現場そのものに暴力もそして異様な光景もどこにも見えていることはできません。